はい、どうも、源泉層をやっていきますということで、なんか最近さ、この状態でよくフリーズするんですけど、何なんだろう。で、今日ね、ちょっとレイドの話をね、していきたいんですけど、ちょっと普段というか、まあ今まで来てたレイドね、まあ体力もなかったしさ、あんまり体力もないし、まあ出たら出現したらやるみたいなとこだったんですけど、ソロでね、うん。だからいつもレベル、期間がいつもどれくらいだったかわかんないですけど、なんかいつもより長い気がするんですけど、まあ、いつもレベルね、80前後で確かソロでやってて終わって、うん、終わりだったんですよ。だから全然いつも、レシピもね、ほんと7枚とか10枚いかないくらい、うん、くらいしか、アイテムで交換できなくて、うん、そんな感じだったんですけど、まあ、あとここら辺で、ね、交換したりみたいな。ね、この成功の言及とかを交換して、まあ、あと余ったやつでレシピ交換するみたいな感じだったんですけど、まあ、今回ね、なんかね、いけました。このガルミアカレアってやつ、60、間違えて1回多くクリックして64枚になっちゃいましたけど、超もったいねえと思って。メダル2000個無駄にしたって感じですけど、ね、このガルミアカレア、63枚ね、レシピ集められました。うん。いけましたね。なんかちょっと前の動画でさ、今までの感覚だと、マジで、どれくらい時間かかるんだろうなと思ったんですけど、なんかやっぱしのちゃん、やっぱ戦力が強くなったからかわかんないですけど、なんか結構いけんすよね。うん。まあ一応今回はね、まあ話しつつ、まあせっかくだからやっていこうか。まあ、いつもね、メンバーは、今ね、メンバーはこれにしてますね。光の戦士、アグリアス、破滅してる、この、エルシレールね。で、オートバトルは、スタート地点はオフにして、スタートして、なんかね、レベル、どうだろう、もう結構ね、レベル、ほんと、レベル100まで、レベル100が打ち止めだったんですね。知らなかったっす。うん、レベル100付近まで普通にオートだけでやってたんですけど、それでね、オーブ2個で一応クリアできるんですけど、レベル100でね、ちょっとギリギリ、オートだけだとクリアできなくて、初手でこの活性鋼だったり、受け継がれしボーイだったり、を一応ね、発動させて、まあ、とりあえず1ターン目だけね、各キャラクターのね、適当にバフ打って、こっからオートっすね。うん。こっからオートでやって、まあ、一応、レベル100もね、オーブ2個だけで、2個、オーブ2個というか、まあ、2回戦うだけで一応倒せます。うん。レベル100だけはちょっとスタート地点で補助技を打つっていう手間はありますけど、まあそのくらいの手間だったらね、別に、それくらいの手間だったら苦じゃないんで、ずっとこれをやってたら、本当に、結構メダルもらえて、うん、新しく出た、コートをね、レシピ集めることができましたね。まあただ、ちょっと光の結晶はね、もうちょっとでね、600ちょっと溜まるので、まあ、明日にはね、多分溜まるのかなと思います。そしたら明日にはね、多分覚醒で何の素材使うかわかんないですけど、まあ、とりあえずプラス5は明日には作れるかなと。うん、そんな感じですね。またまあ覚醒で何の素材使うかわかんないけど、もしいけたらね、覚醒してレベル50にして、まあ、近日中にね、ブギー育成動画をね、撮りたいなって感じですね。まあ、こんな感じでちょっとね、死んじゃうんすけど、別に敵のダメージ自体はね、もう4分の1、5分の1くらいまで削ってくれるんで、もう普通に問題ないですね。マルチだから多分死んでもブレイブ下がんないと思うし、まあ、逆にこれが迷惑なんだけどね、マルチであるがゆえに、なんか、しのちゃん、スマホが原因なのか、ちょっと Wi-Fi の通信が
原因なのか分かんないですけど、ちょこちょこ通信切れるんで、ソロでも通信切れると再開できないんですよね。タイトル画面に戻って再開しますか、はいって押すんですけど、ルームが見つかりませんみたいになって、なんかオーブだけ消費するっていうのがすごい頻繁に起こるので、それがちょっと辛いですね。まあ、ソロでやってる時はさ、オーブの消費はなしにしてくれると嬉しいな。ただソロでやってると、もしかしたら死んだらブレイブ下がっちゃうかもしれないですけどね。まあ別に、まあブレイブ上げの動画も出してますけど、ブレイブ上げそんなに苦じゃないんで、別にかすかな記憶、青いやつ集めるついでにね、ブレイブ上げもしつつって感じで、普通に気軽に上げられるのでね。まあ、こんな感じで、もう普通に2回戦闘するだけでも速攻で終わるんで、これをね、ひたすらやってます。もう、オーブのか、1回で、ね、1日だけ、このクイック検索でしたっけ？一回だけ頑張ってみようと思って、レベル50前後の、クイック検索、レベル50前後の、クイック検索を、結構やってたんですけど、最初の頃というか、まあ、中盤の時くらいに、これやってたんですけど、マジで人集まんなくて、やめました。その中間の1日以降はもうマジで、ソロしかやってないですね。だからほぼソロしかやってないですけど、まあ、一応今回の新キャラのね、新キャラとか新装備の一応アイテムは63枚集められたんで、まあ、ソロでもね、こういう風に立ち回れば、まあ、いけるよっていう話ですね。結構余裕で集められたんで、63枚。今、前回、もともと7枚しかなかった、この守りの腕輪も、7枚しかなかったんで、もう今41枚ですね。すごいよね。結構すごいよ。より、さらにね、この、ね、カレアだけじゃなくて、守りの腕輪のレシピも、結構集められてますね。だレイドバトルもちょっと頑張りゃいけるね。ソロでも頑張ればいけるわ。まあ、しのちゃんが強くなったっていうのもあるかもしれないですけど、まあ一応2戦闘で一応ディアボロス倒せるんで、それだったら大して苦もないんでね。一応オーブの回復もいつもやってないっす。オーブの回復も使ってないっすね。オーブの回復なしでやって、オーブの回復してるとキリないじゃないですか。疲れるし。オーブの回復する、1日3回でしたっけ？わかんないけど、まあ、とりあえずオーブの回復すると結構時間取られちゃうんで、あえてオーブの回復はせずに自然回復だけでね、やってます。結構大変じゃないですか。要は初回が無料、初回がオーブ無料だから、実質、オーブ5個あったら、戦闘は10回しなきゃいけないんで、1スタート地点の5回戦闘は手動でやんなきゃいけないんで、それなりに手間なんで。オートで全部いきらね、オーブ回復も使いたいとこっすけど、まあいいかなと。まあ、そんな感じっすね。一応今回しのちゃんね、レイドボスはね、こんな感じで立ち回ってやってました。まあ次回もね、同じくらいの難度にしてくれれば、ちょっとモチベーション上がるんで、まあ、ちょっと今ね、ちょっと、本当はね、ちょっとこの動画でちょっと軽く話すことあったんですけど、ちょっと先ほど、ギルドメンバーが、すんごい情報を教えてくれたんで、ちょっとあえてね、この後また別動画でね、それも撮っていきたいなと思います。そんな感じで、まあ、レイドもね、ちょっと頑張ればこれくらいいけましたって話ですね。そんな感じでどうもありがとうございました。